建築用語と図解ノートルダム大聖堂のフライングバットレスフライングバットレスとはロマネスク時代には速楼屋根裏に隠されていたアーチを側楼屋根よりも高い位置に移して空中にアーチをかけた肥料を言う元々のバットレスとは建築物の外壁の補強のため屋外に張り出す形で設置される中上の部分のことを指すこのフライングバットレスで 新郎ボールとのスラストを高い位置で受け止めることにより、振動の天井をそれまでの建築よりさらに高くすることができるようになった。また、水力を支持するための側廊により、振動上部が塞がれることがなくなったため、この部分に大きな窓を取ることができるようになり、ステンドグラスなどの装飾を用いた壮大な礼拝空間が実現可能となった。なお、強弱交互組織の柱、 6分のリブボールと4層構成を基本としたゴシック建築を初期ゴシック建築と呼ぶ。古代末期に発明され、12世紀以降のゴシック建築で極まった。霧式新次郎、建築学の基礎西洋建築士、ISBN4 から320076605、アーチの視点を外側に押し広げようとする、延直方向の力。トヨタ、新型車、オーリスを、 発売、日曜戦略者として、欧州に先駆け、日本で発売、マクラーレン、新型スポーツモデルを570エスクーペと発表、マクラーレン、ありがとうございます。